はい、みなこんにちは、ずちゃんです。ずちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。那今天呢，我跟文大要去买我们两个的结婚戒指。結婚指輪ね、種類が多すぎてね、もうどれがいいのかわからない。それとあとルーちゃんと話してたの、最初作ろうかみたいな話してたじゃん。そこちょっとね、話すのが遅れてた。然后我跟文大想说，我们可以在 Instagram 问大家，然后看大家有没有什么意见。就收到超多留言的，就是真的很感谢大家。コメントが160件ぐらいある。啊，皆さんありがとうございます。ありがとうございます。给大家看这么多人留言给我们，而且大家都留超多，真的很感谢。我跟文大呢，昨天晚上就有统计一下这些留言。あとコメントだけじゃなくて、DM で来る人もめちゃくちゃ多くて、すごい参考になってて、ありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。然后我跟文大昨天晚上呢就来统计嘛，我就念大家推荐的品牌名字或者自己做，然后文章就帮我计算一票一票这样。然后呢，我们两个最后统计出来呢是 iPrimo 是最多的。なんか結構サイト見たけど種類も多くてね。那这个呢是我们两个昨天晚上查的 iPrimo 的网页，有很多很可爱的样式。まあそもそもの素材でプラチナだったりピンクゴールドだったり、いろいろ素材でも変わってくるの。プラチナが一番強いって言われてて、ピンクゴールド綺麗なんだけど傷つきやすいイメージがあって。あとなんかメッキで剥がれるのかなっていうのがあって、確かに長年使うんだったらもう無難な銀のプラチナがいいかなと思ってるとか、いろいろ昨日考えてたなんかこういうのもいいなと思ってるの。ちょっとピンクゴールドが入ってる感じ、これは入ってないんだけどルーちゃんの入ってて綺麗だなと思ったりしてた。いや本当皆様のおかげでいろいろ知りました。いや皆さんがねこんなにコメントしてくださってね、なんかすごいね買おうっていう気にさらにね強くなった。そして2人がユズですごいどういう種類がいいのかいろいろ考えて、結婚指輪エタニティっていうのとハーフエタニティっていうのがあって、エタニティっていうのは永遠って意味なんだけど、指輪の周り全てにダイヤがびっしり詰まってる、これがもうずっと続くからまるでね永遠の意味なので、ハーフエタニティっていうのはその半分だけダイヤが入ってる。まあそれはなんかあの葬式とかの時になんかダイヤキラキラしてたらさちょっと不謹慎じゃん、だからそれを反対にして中だけキラキラで外は普通のとかに変えれるようになってたり、なんかいろいろネットで調べてて、シンプルすぎるとずっとつけてるうちに飽きてくるっていう意見もあったし、ちょっと派手だとその50歳とか60歳とかになった時にちょっとなんか若すぎたなみたいないうコメントもあったから、それはちょっと本当個人の思い次第だと思うから実際に見た方がいいかなと思う。那我跟文当然等下就要去婚戒专卖店看。那我们两个就出发吧。出发。行ってきます。在正式出发去买戒指之前，我跟文当先去吃午餐，去吃了久违的鼎泰丰。点完餐之后就有热茶可以喝，那这次我点的是香辣馄饨拌面，每次来鼎泰丰我都一定会点这一道，真的是日本比较难吃到的味道。我身边的很多朋友他们去鼎泰丰也都会点这个。那文当他点的是螃蟹炒饭的午间套餐，除了螃蟹炒饭之外呢，还有四颗小笼包跟小菜，他也是每一次都会点这个，我们两个每次都点一样的。那吃完午餐之后呢，就出发去了 iPrimo 的专柜买戒指咯。因为我跟文当呢是第一次来 iPrimo 的关系呢，他们现在在给我们写一个问卷，这个问卷呢就有订婚戒是买多少钱，然后买婚戒的预算是多少，还有问很多详细的问题。那在我们填问卷的过程之中呢，他们这里呢还有提供饮料可以喝，有提供绿茶水还有柳橙汁，那都可以选要常温还是要冰的。饮料送来之后呢，他们的杯垫还有擦手巾上面都有 logo， 好可爱哦。填完问卷后，服务人员先为我们做 iPrimo 的说明，还有一些品牌的坚持这些资讯。后来拿出很多配对戒指让我们试戴，服务人员也先为我们做一点简单的说明。刚才店员跟我们解释一下，帮我们试戴一下之后，他就跟我们说，我们两个可以自己把自己的都试戴过一次，然后觉得喜欢的戒指呢，就可以把它插在这里。店员等一下做更详细的解释，所以我跟文当现在就来试试看各种戒指，看怎么样。那接下来就是我们自己的试戴时间。我觉得服务人员离席其实真的很贴心，让我们两个有自己的空间，可以彼此好好讨论哪种适合我们。我们就在这里试戴超级久的，每一种都戴一次。而且他们虽然说这个是一组一组的配对，可是其实也是可以分开配对。比如说男生要这一组的这个男戒，女生要这一组的女戒，是可以分开的。我们两个决定要买戒指，所以现在要看我们的 size 哪个比较合。ルーちゃんどんな感じかな？ティファニーの時いくつだったか忘れちゃったな。ルーちゃんが今ルーちゃんがしっかり。
指輪のサイズを測ってます。那这个呢就是戒指全部的 size， 然后让我们这样自己选。クーちゃんは8だよね。俺ね、もう8は多分ほぼぴったり。でちょっと余裕持ちたいなら9個。じゃあプーちゃん8の方がいいよ。うん、多分普段ずっとつけるんだったら8号かな。まあこれからちょっと中年になって太ったらまたここでサイズ変更できる。そうだね。クーちゃんが9号 ？9 かもしれないです。然后现在店员要去帮我拿我们选的戒指的八号，看我手可以塞进去。文丹来量一次，确认它是不是八号比较好。結構きつめの方がいいのかな。いいと思うよ。ふーちゃんも外さないでしょ。うん、基本的に外さない。外さないならぴったりの方がいいと思う。那测量完戒指的大小之后呢，我们可以选择自己想要在戒指里面刻什么字。那字体呢有两种，有 block 体，还有笔记体，然后最后还有记号。记号除了有星座之外呢，还有无限，还有爱心，还有星星。那最下面呢是一些刻字的范例，让我们可以决定我们要刻什么。こういうのが一番ね悩むよね。悩む。あいプリモは今回8号買うんで、8号プラス7文字の15文字入れれるらしい。記号のところはサイドを開けて3文字分使うみたい。だからこんな感じ。ユータとアヤだったら1234567891010の10文字。接下来我跟文当一起讨论戒指里面要刻的字。剪影片看画面时边想，可以跟这么喜欢的人一起完成这件事情，真的是太不可思议了。果然有把影片拍下来，真是太好了。買っちゃったよ、おぶちゃん。ついに買っちゃいましたね。なんと1ヶ月でできちゃうみたいなので、楽しみだ。那詳しくまた家に帰って皆様に説明します。今からちょっと適当に歩いてご飯食べに行きましょう。ね、楽しみ。ねえ、ついに買っちゃった。ルーちゃんのも綺麗だったし、俺のもなんかすごいかっこよかったし、楽しみ。ねえ、私も届くの楽しみでしょうがない。さっきちょっと届くの想像して泣きそうだった、本当に。いや早くつけたいね。早くつけたい、本当。つけてまたみんなに報告できればいいかなと思います。じゃあご飯食べに行きましょう。Hello 大家，我和文丹已经回家了。回家啦。回家啦。那现在呢，我们两个还没有办法看我跟文当今天买的婚戒，因为婚戒的制作需要一个多月，所以我们下个月才会去拿我们的婚戒。まさかね、一つ目で決まっちゃうとは思わなかった。そう、文当はもうちょっと回るかなと思ったんだけど、でここでこれでよくないと思って買っちゃいましたね。俺もね気に入ったんで、お互い気に入ってよかったかなと思います。結婚指輪が届くまで、私が毎日文旦が買ってくれた婚約指輪をつけたいと思います。私いつもぶつかるのが怖くて、なんかつけてなかったんですけど、でも文旦は今日は小さめにつけてほしかったって言ってくれたから、確かにぶつかってもちゃんとつけた方がいいなと思うので、結婚指輪が届くまで私が毎日つけたいと思います。今日は楽しかったね。そう、やっぱ二人でいろいろ選びながらっていうのはいいなって思った。那因为现在没有戒指的关系呢，等到戒指送到之后，我们开箱会再跟大家做比较详细的介绍。聞いた話によると、結婚の3ヶ月前ぐらいに、もうあらかじめ作っといて、で3ヶ月後婚姻届を出すと同時ぐらいにできて一緒につけるっていうのが普通みたいなことを言われた。なので私とふーちゃんも入籍もうすぐ1年なのに、もう指輪作ってないのが店員さんすごいびっくりした。そう、びっくりしてた。まあでも今回ねこうやって変えることができたんで、あと1ヶ月を楽しみに待っときます。ねえふーちゃん顔ちっちゃいよ、もうちょっと前出た方がいい。お願い、私なんか前に座ってるからさ。はい之前都没有买婚戒，就是想说想要先回台湾一趟，然后再慢慢处理很多事情。就发现说，就是因为疫情完全没办法回去，那也已经要一年了嘛。我们两个想说我们要正式去买戒指，然后呢也很想拍婚纱照。小心拖到那里，咚咚咚都得去啊！那真的很谢谢大家在我们的 Instagram 还有 Facebook 留言跟我们说推荐哪个店家哪个品牌，然后告诉我你们的经验，真的帮上很大的忙。我们两个是边看边讨论，我们最后才决定要去 iPrimo 买，就是真的很谢谢大家。まあ iPrimo でね、すごいいいの見つけて本当良かったと思う。それは皆さんのおかげだと思いますんで、ありがとうございます。ありがとうございます。1ヶ月後ね、動画でまた皆さんに紹介できると思いますんで、皆さんも。楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。好，这支影片就这样啦，谢谢大家今天也看我跟文当的影片，那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。